こんにちは。お願いします。元サッカー日本代表、現在は株式会社アンビション22の代表を務めます羽生直武です。まあ一つはその僕がその言葉自体はあんま好きではないというか、サッカー選手のセカンドキャリア問題みたいなことを言われていて、引退してから特にそれを思うようになって、サッカー選手の中でもサッカーしかしてこなかったから、もう僕なんてみたいな感じの子とかもいたりする中で、それって本当にそれでいいのかなっていうのがどっかであって、で自分自身もそういうことに、いわゆる一般的にセカンドキャリアって言われているところに僕自身も何か挑んでみようっていうぐらいな気持ちになってきたっていうのが初めですかね、それで言うと、はい、結局サッカー選手でありながらもデュアルキャリアとかって言って、他の仕事をしながらとかっていう議論もされ、そっちの方がいいよねみたいな議論もされてはいるとは思いますし、一方で僕なんかもお前はサッカー選手に多分なれないぞってちっちゃい時から言われたし、なったところで3年ぐらいで終わると思うっていうような世間の評価だった中で、常にこう全力を積み重ねて、サッカーのことだけ考えて、明日いい体の状態でいることだけに集中したとして、それって僕の中で言うと、例えばトレーニング積んでお昼ご飯食べて昼寝ちょっとして、で筋トレしてマッサージ受けて帰るみたいなのが、これが最高の準備だって思ってる中で、じゃあそこに午後に何だろう、違うビジネスの商談があるとかでどうなんだろうっていうところも僕は持ってるので、もちろんデュアルキャリアって言われてる、それまあそういう風にした方がいいよねっていう議論ももちろん分かりますし、逆に言うと僕みたいにとにかく集中して明日を必死で生きていくしかないんだみたいなことを考えてる選手もいると思うんで、どっちがいいとかじゃなくて、そこがやっぱりもしかしたらプロサッカー選手アスリートたちのジレンマみたいなところなのかなと思いますけどね。もともと会社を作ったのは子供たちにというよりか、まあもちろんその広い意味で子供たちにつながればいいなとか、恩返しにつながればいいなとか、今までは本当自分のためだけにサッカーやってきて、個人でどんだけこうステップアップできるのかみたいなところがしか考えてなかったね、逆に言うと。その中で今度は何か返していけるようなとか、恩返しできたらなっていうのがどっかにある中で、まあ自分のチャレンジとしても会社を作って、例えば社会に対してとか、まあ子どもたちに対して何か返せていけるものは何なのかっていうのを考えたのが、まあ会社を作ったきっかけでも、で僕のとっての次のサッカー選手が終わった後のチャレンジでもあったと思うんで、それをやり始めたっていうのがまず最初っすね。その緑系とかその赤とかの区別がつきづらいっていう認識でいて、手つけた時の感想は青色がめっちゃ綺麗に見えて、で多分皆さんは分かんないと思うんですけど、あの空とかってこういう色だったんだっていう感じでした。こんな鮮やかなんだっていうのが初めてつけた時のちょっとした感動でしたね。花火とかこれで見たらどうなんだろうなとか、楽しみ事が増えましたね。そういう、はい、めちゃくちゃいいっすよいや正直そもそも右目と左目の視力が違うような、極端に違うような目で、でそれもちゃんとその最新の機器というか使ってもらって、あの視力検査してもらって、で乱視も入ってますねとか、あこんなことしてくれるんだっていう感覚でしょ。まあ逆に今までそんな行ったことがなかったんですけど、初めて行ったところはメガネスーパーさんで、応募していただいた方から抽選で5名様にこちらの FC 東京タオルマフラーをプレゼントします。応募フォームからご応募いただけたらと思います。